気持ちいい。お見てくださいよあれ。わあ素敵。映えますねこれ。いやかっこいいですね。あおしゃれ感がすごい。おしゃれ感すごいな。いいですね。なんか日本じゃないみたい。あれここはあの魔女の危機の映画。魔女の危機の映画。魔女の宅急便の。魔女の宅急便の映画。映画の舞台になったんですか。使われたところらしい。そうなんですか。魔女あじゃ知らないんですもんね。そもそも魔女の危機。だから僕は心が薄汚れてるのでジブリ作品見てない。ここで魔女の危機がその飛び立つような場面を、はい、こう撮れちゃうと写真で。でなんとここにほうきとかをご用意いただいているということで。いいね、なんか誰か誰かいます。誰ですか。これを渡されましたけど。これつけるんですか俺。急に。魔女の危機は赤い大きなリボンを頭につけるんですよ。はあ、なんでこれあれです。昨日ドンキで買ったやつです。なんか俺つけるんですかこれ。あすいません。これヒゲですよ。いいヒゲリボンですよ。絶対似合いますってヒロキメン。どうですか。ヒロコ似合います。まあ大丈夫ですね。なんとか大丈夫です。悪いキティみたいになってますね。大丈夫ですか。やりましょうか。僕だって 見えてないから分かんない。大丈夫か、はい、いや似合いますね。本当ですか。ちょっと一応今日はそれを意識してそういうのを。あそうなんですね。魔女の危機風みたいな。ワイカーですね。ありがとうございます。なんかやっぱり恋愛編になると本当恋心が芽生えてくるね。あらまあ嬉しい。今日はニヤニヤしてるんですよ。そうなんですよね。なんかいいですね。本当ですか、うん、ありがとうございます。じゃあ撮りましょうよこれ。いいですか。じゃあ私のこと撮ってもらってもいいですかね。もちろんです。じゃあこれちょっとまた誰ですか。落とさないでくださいね。じゃあ僕ほうきを置いてちょっと撮りましょうか。そうですね、うん、いいですか。すいません私から撮っていただいちゃって。いや嬉しいな。やっぱり見てたんですか。その作品は見てたし。あそうなん。トンボとかね。トンボ知らないでしょ。全然知らない。トンボとか知らないでしょ。キャラクター。うわ大丈夫そうですか。これね105ミリだから結構。そうですね、割と下がった方がいいと思いますよ。あーなるほど。これ縦なのかな。 いや違うな。結構下がりますけど。ここら辺から行きましょうか。はい、あもっとじゃあ私が上に行けばいいんですか。そうですね、上行っていただけると。あーそこら辺いいですよ。いいですか。はいはい、ひょっこりさんどうぞ。いいですか、飛びますよ、はい、せーの。せーの。低い。取れました。取れましたか。白白白。これなんとなく私いるけれど、ね、モネの絵画みたいになってます。ちょっと私たちの関係も白紙に戻しますかね。懐かしいですね。やっぱ恋人編なのでね、やっぱ失敗するごとにそういうね、なんか名言を思い振り返って出していくかなと思いまして。白紙か、もう一回一からか。そうですよ。なんでだろう。あれじゃないですか、シャッタースピードとかじゃないですか。シャッタースピード5分の1です。もうひどいじゃないですか。あれですよ、5分の1とかだとほら川がこうさーっとこう糸のようなとか。あそっか、そうですよね。ゆっくりなあれになっちゃうので、これはむしろこうシャッタースピードダンと上げないと。4億分の1ぐらいですか。上げすぎですよ。でもこれ絞り今 F 値 1.、はい、一番開放で撮って背景を綺麗にぼかすの 1.4 の4000分の1 4000、そうですね、か3200分の1とか 1.6。前後でちょっとやってみます。やってみますか、はい、よし。あと私のジャンプ力ということですね。ジャンプ力お願いしますね。本当ですか。すごい飛んだと思ったのに。これね結構あれだな、これだこういう感じ。あなんかぽいプロカメラマンっぽい、うん、いいですよ。おもうちょっとね先生ね、前来てもらった方がいい。こう、もうちょっと後ろ下がってもらっていいですか。こう、いや、もうちょっと奥行き。こ
方。あ、そうですね。めっちゃ斜めですよここ。いいですよ。いいですか。どうぞ。飛びますよ。せーの。せーの。バシュッ。一回バシュッって言っただけです。なんで。バシュって言っただけ。飛ぶ瞬間が一発取れただけです。あ、どんなですか。ひどいですね。しかもあの緑にあのボケてます。わかんね。じゃあ私分かった交代しますか。交代。いいんですか。はい。今度ヒロコを取りますから。マジっすか。魔女のヒロコを取りますんで。じゃあやりまっか。じゃあ私が今度取りますんで。じゃあ今日一の俺の。ジャンプ見せてあげますよ。あ、お願いします。これちょっとレンズ、あ、すみません、ありがとうございます。ここら辺ですか。あ、その辺いいですね。あ、動かなくていいです動かなくていいです今光がもう完全順光ですね。なのでもうこうビシャッと光が行くはずなので、結構シャッタースピード速くていいはずです、ね、これ前向いた方がいいんですよね。あ、そうですね。じゃあお願いします、はい、せーのじゃあお願いします、はい、せーのれました。いや、めちゃめちゃいいの取れちゃったな。マジっすか。いや、もう飛んでるもんだって。変態のおじさんが飛んでるだけじゃないですかこれすごい飛んでますもんどこ行くんですかこれこれからどこ行くんですか。しかも風車入ってないしこれめちゃめちゃいいじゃないですか。いや、飛んでますね。ただの変態。でも飛んでますね。すっげー飛んでますね。飛んでますね。え、これ どうしてですか。あれはシャッタースピード優先にしてますよ。あ、連射か。連射してないんですよ。だからさっきのワンショットのしか撮れなかった。バシュッと。バシュッと。僕ももう一回じゃあ、ま、そうですね、連射モードで。はい。声を映すと書いて連射っていうね。あー、出た。あー、出た。名言出たな。懐かしいな。4000、あれですよ、連射モードにしといてくださいね。はい。難しいな、これ。もうちょっと下がった方がいいのかな。下がった方がいいですし、私が奥にも行けますよ。あ、もうちょっと奥行ってもらっていいですか。こっちかな、俺が。あ、これだ。この構図。いただきましょう。いいですか。どうぞ。せーの。ですね、すいません、もう一回お願いします。私にここに合わせときゃいいんだ。合わせといてくださいね。わかった。いきますよ。せーの。せーの。こんな感じですよ。あ、飛んでる飛んでる。あ、まあいいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。いいでしょ。これ上出来じゃないですか。なんかすごく嬉しい。ゆりか可愛いよ。ありがとう。ふいな。ふいな。こういうふうに言うのがね、ね、女心をぐっとつかむ、ぐっとね。なんかね、急なね、言葉っていいですよね。いいですよね。なんかちょいちょいそういうの挟んでいった方が、女の人はやっぱね、惚れちゃうかもしれない。だんだんとね、擦り込み効果で。そう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 。ってことは先生は惚れちゃったってことですか。いやー、これで惚れちゃったんじゃないですか、これ。でもあの、さっきの、ん？これでいいんじゃないですか。そうですね、これ本当いいな。なんかあとは、私一応その魔女の危機って黒いワンピースを着てるんですけど、そうなんです。それと同じような感じになってます。はい、観光できたので。これズボン履いてるんですか、キキっていう人は。すいません、履いてません。あ、履いてないんですそこは忠実にやらなくても大丈夫です。すいません、やっぱちょっと寒いんでね。無理だ。女性はあの冷え性なので。あ、冷えだ。はい、やっぱ温めないと。はい。まあ僕何のその加工もしてないですね。ただ単にこれつけてるだけですけど。強制的につけさせられて。ちょっとなんか違う角度からも撮りましょう。あ、そうですね。せっかくならあの風車をと、なんかこう引きでですね、横位置とか、なんか他のパターン。あ、横に撮ったから今度縦位置でやってみますか。縦位置でやってみますか。はい、やりましょう。移動してみましょうか。うん。